やっぱりなんか切れ味あ いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所探索です。今回は護衛艦出雲を作るの第4号を組み立てます。またこれはかっこいい写真できました。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。で、これいつもここをピーってね、実は裏話、ここをピーって切って先にこれを抜いて、でこうパカって見せてるんだけど、これね、護衛艦出雲はね、こっち開けてもこっち開けても全然出てこんくって、なんとこっちだったこっちだったみたい。こっちもうどうしよう、ちょっとバリバリとやります。これまでの護衛艦出雲を作るの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、いいね、評価、いつもありがとうございます。よいしょ。おー、毎回戦闘機がついてんだね。よし、じゃあ早速作っていきます。頑張っていきまーす。ちょい。じゃあ、開けますね。よいしょ。やっぱりなんか、切れ味、あっ中の切れ味が問題だった。あ、大丈夫。よいしょ。これなんかいい開け方ないかな。なんかこの切り方したら傷つけてしまったっていう視聴者さん、タッチミーさんがいて この開け方ちょっとやばかったかも。今ここにも切れちゃった。ここはあとちょっとでこれが傷つくとこだった。いいよ。また光ファイバーが入っちゃう。じゃあちょっと開けてみましょう。おー、こうかな。よし、じゃあ頑張っていきまーしょい。めちゃ突然。じゃあ今回のパーツはですね、これが左船体3で、これを止めるやつ、あとはこっち側、これが止めるやつで、これが左船体4、あと光ファイバーがまた何本か入ってます。あとはこれが配線を固定するやつで、両面テープ付きです。これともう1個、これね、2個入ってます。それからマネージが入っちゃって、それで今回のヘリコプターは海上自衛隊の救難ヘリコプターということで UH の 60J
プロペラは自分でつけるですね。ここにも日の丸がありますね。79って書いてある。救急車みたいなイメージカラーですね。はい。あとはこれを組み立てるためのこの辺とスプリングワッシャーがこんな入ってる丸いワッシャーが入ってました。はい、では早速作っていきたいと思います。はい、それではこのもうね光ファイバー時間かかりそうなので止めちゃいました。ここからビヨーンって出て、ここで両面テープで止めて、ネジ止めて、でここからビョン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 って4つ出て、でこれをニッパーで切ります。ピョンピョンピョン。はい、じゃあカットしたら、だけどこっちは光るようになったでしょ。次こっちなんだよね。 OK。 そしたら次はこれに、また大きくなります。これをつけていきます。ほい、ネジ、これとこれつけます。はい、じゃあここにつなげていきます。ここだね、違うね。違うね。こうだね。ここがこう、みよっと、ここがつらい位置になるかなと思ってちょっと迷ったけど、ここがみよって下に行くみたい。でネジはちょっと待って、まだだ、これから先だね。これとこれを先にくっつけます。こう文字が一緒になるみたいにして、こう違うね。これでした。これをこうだった、こうして、はい、ちょっと難しい、こうして、ここ止めて、もう一個、よいしょ、ちょっと待って、これね、なくなってもね、めっちゃいっぱい予備あるけん大丈夫。難しい。でここくっつけて、こうです。はい、できました。でこれをこうね、ここで2箇所止めます。
護衛艦出雲はね、すごいやりがいがあるわ。どんどん大きくなっていくしね。甲板作りつつ船の下も作っていくっていう、なんかでどんどんできてく感がすごい。でもどんどんできていかんと100で終わらん。100じゃ足りんかもしれんね。あ、アイアンマンは100じゃちょっと余るかもしれんけど、アイアンマンめっちゃすぐ終わるけんな。おーいしょ。できた。おー、いいね。どんどん大きくなる。よし、じゃあこっちはできました。 OK。 左側ね、左側作りました。じゃあ次はこれは置いといて、こっちの飛行機を作って、飛行機ヘリコプター作っていきます。これとこれで、まずはこれはね、海上自衛隊の救難ヘリコプターで、UH-60H という救難ヘリコプター、助けるやつね。これ切って、ここ切って、お、そしてこの3つはね、接着ですね。まず、油性ペンで、なんかね、ここランナーで切ったところが、ここはね、白くなっちゃうから、ここをね、赤いペンで塗ってね、っていうことで、よし、マッキー、マッキーの赤、ペイスケさんが送ってくれたマッキー、こちらで、ピッピッピッピーと塗ります。はい、オッケー、いい感じだね。じゃん、見える？赤く塗りました。そしたらこれをここに、こう、なんか落ちそうだったら接着してねっていう感じなんだけど、絶対落ちる。あ、落ちそうじゃない、いける。表裏はない、なさそう。表裏はありません。はい、じゃあこれで、そしたらこの UH-60J テールローターをここの横っちょにつけます。これも落ちそうだったら接着してねっていう感じです。ピッ、あ、全然大丈夫、バッチリで、最後にこれは接着したら回せんくなるけん、接着なし。はい。ピッ、これでいいかな？お、あ、とととととと。どこまで刺すんだろう？ん？こういう、ん？あ、こうか。あ、できたできた。カチッっていうまで押し込みました。はい。このヘリコプターは、陸海空の3自衛隊、それぞれに任務があって、数多くの装備が配備されているけど、すべての自衛隊に共通して配備されている装備品というのはほとんどありません。どういうこと？
それぞれ任務があって装備が配備されてるんだけど、共通してその陸海空の全ての自衛隊に共通して配備されている装備品というのはなくて、レアなんだって。レアな装備の一つがこの UH60 です。めっちゃ活躍していますよ。はい、という UH60J です。かっこいいね。海上自衛隊救難、なんかここに黄色いマークが入ってる。やっぱり救急車カラーだね。はい、じゃあ今回4号はこれで完成です。これとここと、あと甲板のここの光ファイバーを取り付けました。はい、探索では週に2回模型作りの生配信をやっています。視聴者さんを探索団と呼んでいます。探索団の皆さんのアドバイスを受けながら力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をして探索団に入団しませんか。探索団はあなたの入団を待っちょうよ。それでは次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。またねー。タンサックの動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではデアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また週に2回 YouTube ライブも配信していますので遊びに来てください。よかったら励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。そして、チャンネルの登録がお済みのあなたは、高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。